早くした方がいいと思っている派なんですね、うん、遅くてもいいんじゃないかって思う派なんだけど、もう明らかにこっちの方が魅力的だと思うから、うん、セックスに関しては遅咲きでも成長が早いんだよね。青春時代のセックスをするっていうのは羨ましいと思うよね、うん、セックスが上手い人って初体験の年齢も遅いよね。こんにちは、タブーされている性の知識を大人に広める協会リーチャーの夏山です。竹本です。今回は童貞は早く卒業した方が良いのかというテーマです、うん、はい。YouTube を見ていただいている方やフォロワーさんから童貞を卒業する年齢を気にされている方が多いなっていう印象を受けるよね、うん、DM とかでも心配なんですっていう風にいうコメントを、ね、いただきます、うん、今回2人で議論していきたいんですけど、うん、僕は童貞卒業は早くした方がいいと思っている派なんですね、うん、ということで早速なんですけど、早く卒業した方がいいなって思うんだけど、まず誤解がないようにしていただきたいのが、早い方がすごいとか偉いとかそういうことは全く一切思わない。遅くてもいいって思っている方だったら遅いままでもいいし、うん、早く卒業したいのにできていない方は早い方がいいなって思うんだよね、うん、理由としては単純に何事も経験やから早い方が良くないって、うん、ことなんだよね、うん、自分自身思うのが、童貞を卒業するってことはそれなりに女性から男としての魅力がないとできない行為だと思ってて、うん、まあ、だから結構その成長しないとできないこと、あ、童貞を卒業するのが、そう、うん、結構壁あると思うよね、うん、壁あるんだけど、とはいえちゃんと知識得て、うん、その自分がそういうこうを取ったらそんなに難しいことではないから、うん、成長する過程っていうのがすごい大切かなって思ってて、うん、その一人の人を比べた時に童貞卒業前の人と童貞卒業した後の人では、うん、もう明らかにこっちの方が魅力的やと思うから、うん、もう早めにここまで到達して、うん、それでまあセックスが良かった悪かったっていう印象とかあるかもしれないけど、うん、その向き合い方がその時の印象で変えていけばいいっていうだけの話だから、うん、早い方が良くない。私は童貞卒業遅くてもいいんじゃないかって思う派なんだけど、早い遅いっていうのは、うん、まあ、17歳以下も早い、うん、あ、そうだ ね、うん、で17歳からだいたい22歳大学卒業ぐらいを、うん、まあ普通かなっていうぐらいで、うん、22歳以降になると遅いって思い始めるのかなっていうような基準で一応話をするんだけど、うん、17歳以下の低年齢の時ってまだこう一般的な教養っていうのもないし、いろんな大事な知識がまだまだない状態だと思うんだよね、うん、その状態でセックスしたら、セックスがこうどういうものかっていうのを何も分からず、あ、こういうもんかなっていう風に固定概念が固まってしまって、うん、その後にね、きちんと考えることとか向き合うことっていうのができなくなっちゃうんじゃないかなっていう風に思うんだよね。あー、なるほどね。そう、よし悪しの判断がまだつかない、うん、物事から学ぶっていう力がまだないんじゃないかって思うのよ、うん、精神年齢的に若い分、学ぶ力がまだないってことか、うん、そう、セックスをしてこれが良かったな悪かったなっていう考えにまだ至らないんじゃないかなって、うん、もう射精することでいっぱい、うん、それを何回も続けてたら、いや、セックスって射精するもんでしょみたいな感じでずっと続いていって、うん、それが悪いって学ぶ場もないし、うん、セックスから何か学ぶっていう風にその考えにすら至らなくなっちゃうんじゃないのかなっていう風に思っちゃうのよ、うん、なるなるほど。ましてやね、日本は性教育がきちんとされてないから、うん、そこから正しい情報に触れる機会っていうのもないと思うんだよね、うん、もちろんね、後から勉強し直すとか、うん、大人になってからセックスに向き合うっていうこともできるかもしれないんだけど、早々に固まってしまった固定概念っていうのは、うん、なかなか崩すことってできないじゃない。うん、はいはいはい、なるね。そう、年齢を重ねると、うん、いろんなことを学ぶっていうこととか、うん、まあ、考えることっていうのが身についてきてるじゃない、うん、だからセックスからも何かを学ぶっていうことを他の勉強と同じように捉えることができるようになりやすいんじゃないかって思っていて、あと人とすること一緒にすることだから、うん、相手のことに配慮しようっていう意識も出てくるんじゃないのかなって、うん、あとはね、体もセックスに対応できるようになるし、うん、成長していくから、
あと心も成長すると思うんだよね。うん、だからただの興味だけじゃなくて、うん、探求心みたいな深い気持ちを持てるようになるから上手くなりやすいんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、なるほどね、うん、つまり性行為の経験が早い方は考える力っていうのが養われていない傾向にあるから、うん、まあ、伸びしろ的にもちっちゃくなっちゃうし、でも遅い方はそれまでに考える力が養われている可能性の方が大きいね、うん、だから伸びしろがでかい。そうそうそう、っていうことか、うん、セックスに関しては遅咲きでも成長が早いんだよね、うん、年齢が早いのと経験人数が多いっていうのはセックスでの成長に比例しないから、うん、大事なことが分かってるか、うん、目の前の相手ときちんと向き合えるかどうかっていうのが大事になってくるよね。なるほどね、うん、ちなみにセックスするのが早かった人と遅かった人を比べた時、うん、どっちがうまいとかある？あの、それはね、女性陣の話の中でわりかしよく出てくるんだけど、うん、あ、出てくる。そう、うん、セックスが上手い人って、うん、初体験の年齢遅いよねっていう話がね、うんうん、あ、そうなんや、出る、うん、そういうのがあるから、うん、初体験の年齢聞いた時に年齢遅いと、うん、あれ、セックス上手いのかなって期待値がちょっと上がる。あ、なるほどね、うん、なんかそれはね、俺も思ってたんよ実は。うん、その遅い人の方が上手い傾向あるなって思ってたのが、うん、プロの中でもやっぱ上手い人とあんまり上手じゃないみたいな人がいて、うん、上手い方って結構二十歳以降が初めてとかの人実は多いんよね、うんうん、そういうのはあるんだろうなとは思ってたんやけど、うん、とはいえ青春時代のセックスをするっていうのはなんか単純に羨ましいと思うよね。そうね、知らない世界ではあるから早めにまずは知るみたいな、うんうん、でそこから考えるでも全然いいんじゃないかなって思うから、うん、まあ早い方がいいかなって思うんだよね、うんうん、早くにそういうこう思考回路ができるような人、うん、そういう方だったらいいよね、うん、あんまり別に年齢のその早い遅いが影響してこない気はする。うん、だけど年齢低いとやっぱその思考回路に至る人が少ないんじゃないかなっていうのがね、なるほど、うんうん、割合的にはっていう話なんだけど、うんうん、でただね、遅くてもいいんじゃないかって言ったんだけど、うん、AV を見て洗脳されてたら、うん、もう遅くても早くてもダメ。あ、これはもう論外です、うんうん、AV は見るなと。 AV 見てセックスを知った気になってたら最悪。うん、あのね、そう、見るのはいいけどってことね。そうそうそう、ちゃんとフィクションだと捉えてるならいいけど、うん、捉えられる人なんてもういない、もう言っちゃっていいと思うんだよね。おらんと思う。そう、絶対その自分が見た AV に引っ張られると思うよね、うん、俺は。だって基礎学んでないんだもん、うん、だからさ、やっぱ実際の行為してるやつ見たら、うん、あ、これが本当だっていう風に思っちゃうから、うん、だからね、私は個人的にはセックスをするまで AV は見ない方がいいって思ってる。無理やね。まあね、今の現状ではね、うん、なかなか難しいけどね、すぐ見れちゃうやん、うん、俺は中学生の時にさ、うん、エロ画像見てて架空請求来てで、めっちゃビビって、うん、親になんかいろいろ怒られたから、うん、もう AV を見るっていうのが22、23ぐらいまでできんかったよね、うんうんうん、DVD とかは誕生日で友達からもらったやつは見てたんやけど、うん、そう、1本だけね、うんうん、ネットとかではもう一切見れんくなって、うん、それでもやっぱりその1本見てたから、うん、めっちゃ引っ張られるよね、うん、その1本に。今思ってもやっぱそれしか知らんかったらやってたなって思うし、 AV で行われてること、そう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 、うん、だからね、今の人ってもっと多分いろんな AV 見てると思うから、うん、まあ、いろんな影響を受けてて、うん、まあ、だからね、無理だよ、 AV に洗脳されないっていうのが。洗脳されないのは絶対無理だから、うん、そう、見ない方がいいと思う。うん、見ない方がいいよ。見ない方がいいよ。だからそれは無理やって。それは無理。それは無理だよ。困ったな。フォロワーさんでよく、まあ、DM とかで相談もらうのが、大体ね、悩んでる方が22とか24歳とかで悩んでる子がすごく多くて、はいはい、自分の周りは童貞じゃない子が多いのかな、うん、だから全然気にすることないのになって思うし、うん、そもそもそのもう22歳で童貞だけど、うん、私たちのさ
まあ、YouTube だったり、うん、その Twitter だったりにたどり着いてくれてて、うん、でセックスのこともすごい学ぼうとしてくれてるのね、うん、それはもう間違いなく有料化でしょ、うん、だからもう伸びしろしかないって思って、うん、何をそんな悩むんだろうって思っちゃう私は。あーなるほどね、うん、そうだからそういう努力を一切せずに、うんまあ、セックスのことも待ってるだけみたいな、うん、女性と付き合うのも、まあ、待ってるだけみたいな感じの状態で年齢重ねちゃうと、うんまあ、いつまで経っても解消はできないと思うんだけど、うん、そういうのは問題ありかなっていう。そうなんか理由あんのかなっていう風に思っちゃう、うん、あとはねたまにいるのがね自分は童貞だから、うん、相手も処女がいいっていう風に言ってる人聞いたことがあって、うん、救いようがないなって思う。俺も何も言えない本当にセックスっていうものをとりあえずきちんと知ってからの方がいいんじゃないっていう風に思っちゃう。うん、女性を処女か処女がないかっていうような目線で見てるうちは、うんうん、セックスしない方がいいよ。ああなるほどね、うんうん、だからね童貞卒業が遅くてもいいっていう理由は、うんうん、年齢とともに心身が成長している前提、うん、心身が成長していたら全然遅くても問題ないと思う、うん、どうやったら心身って成長するわけそこはね、いろいろやっぱ勉強したりとか、うん、いろんな知識を得て、うん、なんか実際にいろいろ活動して、別にセックスだけじゃなくても、うん、仕事頑張ることでも、そこで頑張った過程とかさ、うん、努力が、それセックスでも生きてくるから、やっぱ、うん、コミュニケーション取るっていうこととか、うん、そういう大事なところが全部生きるから、普通にね、一生懸命生活を頑張ってればいいと思う。うん、なるほど。はい、ということでいろいろと話してきましたが、セックスをする年齢が早くても考える力がきちんと養われていたらそれは問題ないし、うん、逆に年齢を重ねていたとしても AV の知識を信じ切ってしまうとか、うん、それだったら問題あると思うんですね、うん、年齢が早い遅いじゃなくて心身ともに成長した状態でセックスに向き合うっていうのが大切なんじゃないかなと思います、うん、ということで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。でもな、うん、童貞を早く卒業したいっていう気持ちもすごいわかるんよ、うん、なんか大学の時とかってこう童貞いじりってやっぱされるからさ、あそうでも俺も全然経験ないのにこう童貞いじりをされんようにいかに振る舞うかっていうのをやっぱビクビクするんよね、うんうんうん、そうだから、まあ、とにかく卒業しようみたいな気持ちっていうのが、うんうんまあ、男性多分結構あるんじゃないかなって思うよね、うんうんうんもう心身ともに成長する前にしたいという気持ちがね確かにねあるんですよ周りにね言われるとねそうそうそう大学とかさ学生時代ってもうそのコミュニティが全世界みたいな感じになるからね、うんうん、それぐらいの年齢って同級生と付き合うでしょ、うん、そうするとさ余計プレッシャー感じるじゃん。おー、うん、だからさ年上の人と付き合ったらさ、うんうん正直20代後半とか、うん、30代の人とかからしたら、うん、可愛く見えるんじゃない？あーなるほどね、うんうん、本当にね22とか、ね、24とかで童貞で、うん、悩んでるなんてもったいないから、うんうん、めちゃくちゃそれさその方がもさくてももさくても、うん、いやもうだって垢抜ければいいじゃんうん、っていう考えになるのか、うん、うん、なんかその内面がしっかりしてたら、うん、本当がひねくれてるとか、うん、なんかもうちょっと固まりすぎてる考え方がとか、うん、そういうのがなければ、うん、全然いいでしょう、うん、そう確かにねあの大学生とかでも理系とかって結構研究気質で、うん、なんかまあ、周りも女性もいないし、うん、だからね全然なんかそういう人とかやったらすごいなんか伸びしろしかないと思うし、うんうん、あれ自分の話してみちゃうもともと